ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。地球って謎に包まれた大パーツがたくさん存在しているって魔理沙は知っているかしら？地球にもたくさんあるが、宇宙にもかなりあるぜ。さすが、物知り博士魔理沙は斜め上行ってるわね。宇宙に存在する大パーツを知れば、私たちの住む地球が違った目で見えてくるかもしれないな。がぜん宇宙の大パーツに興味津々になったわ。今回は、NASA に撮影された宇宙の大パーツを紹介するぜ。ありえなさそうなものがいっぱい出てきそうよね。それでは今日もゆっくりしていってねー。宇宙では、多くの大パーツが発見されている。そして NASA に撮影された大パーツは数多く存在しているぜ。ちょっとマリサ、すごい初歩的な質問してもいいかしら。大パーツってよく言うけどどういうものなの？本当に初歩的だったな。大パーツとは、場違いな工芸品などと訳されるが発見された場所などと合っていないもののことだ。例えば、縄文時代の遺跡の中から現代の最新鋭のパソコンが発見されたなんてイメージだぜ。確かに、その時代とか場所になんでそんなものあるのって感じよね。そう、常識で考えたら絶対ありえないような工芸品だったり加工品だったりするんだ。こうした存在するはずのない謎の異物である大パーツの数々は世界中で発見されているんだぜ。へぇ、大パーツってそんなにたくさん存在しているのね。具体的にはあまり知らないんだけど、何やら考えただけで無性にワクワクしてきてしまったわ。宇宙で発見された大パーツの前に、地球で発見された大パーツも軽く見てみるか。有名なものは、ルバーンプン遺跡で見つかってその後多くの場所でも発見されたクリスタルスカルだ。クリスタルスカルは、非常に精巧に作られた水晶のドクロで人の頭蓋骨と同じくらいの大きさだな。なんだか意味深な品物よね。不思議なのは、精巧に作られているのに何かの道具で加工した形跡がなく一つの水晶から作られている。それに、下から光を当てると目に光が集まるぜ。きえー、目が光るドクロって震えるわね。これは古代文明では到底作ることはできないはずだが、それは存在し多くの研究者を悩ませているんだ。だが、一部で加工痕が見つかったという報告もあり偽物の可能性もあるという意見も出ているな。うむむ、謎だけど本物であってほしいわね。実は偽物だったらがっかりよ。他にも、トルコの古代ロケットはキスパ遺跡から発掘された彫刻でロケットと宇宙飛行士が掘られている。エンジンの噴射口のようなものもあって、明らかに文明機械のように見えるものなんだ。するとロケットって結構前からあったってことかしら。このロケットの彫刻はウラルプ王国時代のものとされるが当然当時はそんな高度文明はなかったはずだな。考古学研究家ゼカリア・シッチンの著書において古代宇宙飛行施設と合わせて有名になったぜ。古代宇宙飛行施設って何？遥か昔の地球に宇宙人が降り立って地球に文明を築いたという説なんだ。地球に存在したかもしれない古代の超文明の謎を解く鍵としても目されているな。へぇ、大パーツってめちゃくちゃロマンあるわね。特に宇宙に関わる大パーツは宇宙と地球との思いもよらない長く深いつながりを感じさせるものだ。まだまだあるが、ネブラディスクはドイツのバンゲン村近くで発見された青銅の円盤となる。うわぁ、また意味深な円盤が登場したわね。直径32センチメートルで厚さは最大 4.5 ミリメートルのものだが、太陽や月、星などの装飾が金色で施してあったぜ。この円盤は、天体観測に使われた天文盤の可能性があり高度な天体観察技術を使用したものと示唆された。だがしかし、これも青銅器文明時代に作ることは到底不可能なものだと考えられるため謎に満ちている。うむむ、これも立派な大パーツの仲間入りね。ネブラディスクは、模様を天体に合わせると太陽を正確に観測できる優れものだったんだ。それに太陽だけでなく月の観察にも使えるというかなり高度な天体観測を行うことができたものだとわかったぜ。実は人類はかなり昔から宇宙を意識してきたみたいね。こうして少し例を挙げただけでも数多くの大パーツが地球に存在していたな。だが、宇宙においても多くの謎に満ちた大パーツが発見されている。よ、待ってました。早速、宇宙に散らばる大パーツを教えてよ。よし、早速最近注目を集めている火星からスタートだ。火星には古代において火星人がいたのではないかと言われてきており、大パーツの宝庫でもある。火星の大パーツってすごいものありそうよね。望遠鏡による火星観測では、地表に線状の模様が数多く見られており、人工的な水路とも考えられた。実際探査機が火星に降り立つようになって、それは否定されたが情報量は格段に増えたぜ。火星探査機がたくさんの大パーツを発見したの？有名なのは NASA の火星探査機として活躍したバイキング1号が撮影したシドニア地区の人面岩だな。かなりくっきりと巨大な人の顔らしきものが映っていたんだ。むむ、人面岩ここに現るって感じかしら。長さは 3km、幅は 1.5km もあったが、NASA はこれを否定し光と影によって岩山が人面に見えるだけとした。
しかし、画像を検証したコンピューター技師などは瞳や歯といった構成物があると証言したんだ。やっぱり、ただの岩山ではないということなの？自然の地形ではなく、人工的な産物だと主張しているな。NASA の見解に納得していない人々は、涙を流した後や口が動いているなどの見解を発表しているぜ。一体どちらが真実なのかしらね。人面岩の近くにはピラミッドのような構造物があり、古代火星人の遺跡だとする声は根強いとされる。事実、人面岩のそばにはピラミッドのようなものがあるのは実際に確認されているんだ。マーズグローバルサーベイヤーによる写真ではさらに鮮明な人面岩の写真が撮影された。今度はどうだったの？ NASA はやはり岩が顔に見えたとの見解を示したが、それに対し NASA による写真の加工を疑う説も出たぜ。人面岩というのは地球にも月にも存在しており全てが自然に形成されたというのも疑わしいんだ。これについては謎のままってことね。人面岩と同じシドニア地区に存在するピラミッドは、一辺がおよそ 2.6km もある巨大なものだ。ほとんど左右対称で、側面はかなり平らで黄金比に近い比率で作られているとされるぜ。これはさすがに自然物とは考えられないわね。この地区からはまだ謎の大パーツが発見されている。城壁のような構造物や神殿と見られる建物、円錐状の建物など多くの建物が見つかっているんだ。え？そんなにあるなら、絶対誰かがそこにいて都市を作っていたとしか思えないわよ。研究者においても、これは何者かによる都市構造だとし地球外生命体の存在を示唆しているな。シドニア地区に集まった構造物は、幾何学的数学的概念が介在しているのは間違いないと考えられる。まあ、すべて自然現象でできましたっていう方がかなり無理があるとしか思えないわよね。シドニア地区では3大ピラミッドも発見されており、これらは200メートルほどの間隔で作られていたんだ。これらは地球のエジプトのギザに存在する3大ピラミッドと酷似していると言われている。地球と火星にはつながりがあったってことかしら。地球のピラミッドの起源は、アトランティス文明にあったとされる。つまりは、火星から持ち込まれた文明によってアトランティス文明が栄えたとも考えられるぜ。まさか私たちの祖先って火星人だったってことなの？火星にもかつて大量の水があったと判明しており、当時火星に文明があった可能性もあるんだ。三大ピラミッドは、オリオン座の三つ星を模したとも言われるうつを遡るとオリオン座が浮かび上がる。するとまさか、私たちの祖先はオリオン座の星から来たのかしら。オリオン座から火星経由で地球という流れがあったかもしれないな。もちろんはっきりとしたことは判明していないが、ピラミッドは宇宙の歴史を秘めているようだぜ。宇宙とピラミッドの関係がますます気になるわよね。火星の謎スポットはシドニア地区だけではない。あちらこちらから大パーツは発見されている。他にはどんな大パーツが発見されているの？ NASA の探査車キュリオシティが、火星の地表にスプーンのようなものを撮影したんだ。それはまるで砂に埋もれたスプーンに見えるな。へぇ、火星人もスプーンを使っていたのかしら。これまでも火星ではスプーンみたいなものやグローブのようなものも発見されているんだ。だが火星文明の遺物なのか、ただの岩なのか不明だぜ。もはや私的には火星文明があったとしか思えないわね。キュリオシティは、ゲールクレーター付近でビルのような規模 5km ともされる建物群も撮影したんだ。これはかなりの巨大都市だった可能性も浮上してきた。キュリオシティ大活躍ね。実はゲールクレーターでも多くの大パーツが発見されているんだ。50センチメートルほどと推測される人頭像もその一つで頭が長いような形をしているな。頭が長いってまさに宇宙人みたいじゃないの？いわゆる超頭人ってやつだぜ。長い頭の子供は宇宙人と地球人のハイブリッドとサレスターチャイルドと呼ばれたこともあるんだ。地球にも超頭人がいるのよね。古代の人々の頭蓋骨からも発見されており、この場合コーンヘッドと呼ばれることもあるな。エジプトのファラオも代々超頭人であったと言われ、ピラミッドとの関与にも疑問が浮かんでくる。うわぁ、なんだかピラミッドと宇宙人が繋がってきたみたいだわ。キュリオシティは、UFO の残骸のようなものや CD のような円盤、ドローンらしきものなども発見した。火星の大パーツは本当に滝に渡っているぜ。キュリオシティが火星の真の姿を暴きつつあるのね。NASA の火星探査機オポチュニティも負けていないんだ。NASA による公式サイトにある写真では、ドーム型の建物らしきものが写っている。宇宙人の火星基地なのかしらね。よく見るとドームの中心は何か光を反射しているようで人工物に見えるな。すでに火星に移住している何者かがいるのか謎だ。本当に火星って大パーツだらけじゃないの。NASA の火星探査機ローバーは、1センチメートルほどの謎の球体を発見した。この不自然なほど丸い球体は、一体誰がどうして作ったかわからない。NASA はやっぱりこれは自然物とか言っているの？そうだぜ。例のごとく自然にできた岩石だと推測しているが、まだそれはあくまで推測に過ぎないということだ。古代宇宙人による人工物の一部の可能性も否定できない。
何もないはずの火星で、こんな丸いものをどうやって作ったのか気になるわよね。NASA の探査機スピリットは、謎の女性像のようなものを発見していた。どう見ても人のような形に見えてしまうぜ。まさかとっくに火星には人がいるんじゃないわよね。しかし、これに対しても単なる人型の石だとする説もあり、本当に女性の像なのかは曖昧だ。実際そばに寄って見てみないと正直な話何なのかよくわからないわ。キュリオシティも、ドレスを着たようなシルエットの女性の人影が写された写真を撮影していた。これに対しても残念ながら NASA は女性の姿であることを全否定しているぜ。やっぱ、自然にできた面白い岩だって言いたいのね。火星探査機マーズパスファインダーの撮影したパノラマ画像ではなんとスフィンクスが発見された。やはりエジプトのスフィンクスに酷似しており、そばにはピラミッドまであったとされる。火星にはピラミッドだけでなくスフィンクスまであったってことなの？火星で発見されたスフィンクスは、エジプトのものよりも大きいと考えられているんだ。もはやここまで来ると地球のエジプトと火星が全くの無関係とは到底思えないものだぜ。これほど様々な謎の物体が発見されているのに、NASA が宇宙人の関与を否定するわけね。もしかしてだけど地球文明とそのルーツを隠したいのかって感じてしまうわ。実際のところは未だ不明だが、火星は一般的に考えられているよりよりずっと面白そうな惑星だな。さあ、お次は月に移るぜ。月の大パーツといえば、月面のクリスタルタワーが有名だが地上数十キロメートルにもなる巨大タワーとされるんだ。何これ、写真がかなりぼやけてしまっているわよ。探査機クレメンタインが撮影したものだが、なぜかかなり画像加工が施されている。月という過酷な環境にはありえないような構想のタワーが立っているように見えるぜ。写真だけじゃ、本当にクリスタルなのかどうかすらなんだかよくわからないわよね。月の巨大タワーはこれだけではないんだ。Google ムーンで確認された画像では、5600メートルとも推測されるものが発見された。5600メートルって相当高いわよね。そうだぜ。地球で世界一の超高層ビルでは、その5分の1の高さですら届かないな。もし誰かが月に作ったのだとしたらまさしく人間技ではないということよね。この画像が巨大タワーではないという説もある。巨大なクレーターに隕石か何かが衝突したものではないかという見方だ。確かにそう言われるとそう見えなくもないわ。他にも UFO の着陸施設だとする説も出ているな。これは UFO 研究家の見解とされているぜ。もはや何でもありって感じね。だって、UFO の着陸施設と言われればそれはそれでそう見えてきてしまうのだもの。タワーでも隕石跡でも UFO 施設でもない可能性さえ考えられるよな。私たち地球人には想像もつかないような何かだ。どうにかしてもっと近くまで近寄ってじっくり見てみるしかないわ。他にも月面2600メートルとされる大きなタワーがあった。NASA のルナオービター3号が撮影したものだぜ。月面にも宇宙人の気配がムンムンしてきたわ。これも有名な写真で、シャードと呼ばれている。鏡かクリスタル、またはガラス状のような素材で作られていると考えられるな。月ってクリスタル素材みたいなのがよく見られるわね。これってやっぱり人間じゃない存在が月にいるとしか思えないわ。アポロの月面着陸には情報操作説も出ているんだ。発表された写真などが、地球で撮影された可能性が指摘され疑惑を呼んだぜ。もしそうだったら本当にショックね。その根拠として、月面に空気がないにもかかわらず旗がはためいているほか不自然な点が多かった。すべてではないが、一部は修正ややらせではないかと指摘される点が存在しているからな。でも、もしそうだとしたらどうしてそんなことをするのかしらね。それは、人類に返すべきではないと判断された何かを隠している可能性があるとも言われているぜ。更新記録において、船長が月にはすでに巨大宇宙船が数多く止まっていると話す会話が残されているんだ。月には本当は宇宙人がいたのかしら。NASA はこの更新記録に関してもコメントを発表しないが、何らかの情報操作とも考えられる。もしかすると地球での混乱を避けているかもしれない。本当のことが知りたいわよね。アポロの宇宙飛行士が UFO に遭遇したといった公表も多く、月には UFO がいると見て良さそうだぜ。真実を知っているのは当事者やそれに関わるほんの少しの人々だけなのかもしれないな。宇宙人から何か口止めされているのかしら。多くの組織が関わって競争したり、当事者の生活や利益などが絡み合って複雑な事情がある可能性もある。その場合、情報操作が行われるのはある意味至極当たり前とも考えられるぜ。何か大人の事情ってやつかしらね。どんな真実であれ、いつかは真実を知りたいわ。ルナオービター2号は、巨大構造物群を撮影した。これらは月の超巨大都市と考えられ、月に文明が存在する証拠とも言えそうだ。巨大構造群ってどんなものが写っていたの？ピラミッド型の構造物が8基ほど連なり、ピラミッドの一辺は1キロメートルにもなるぜ。これは月のコペルミクスクレーターの近くにあった。
月ってたくさんクレーターがあるのよね。コペルニクスクレーターは月面の真ん中あたりに存在する直径 93km ほどの大きさのクレーターだ。大きさはそれほどでもないが、とても美しく六角形の比較的目立つクレーターと言われている。有名なクレーターなのね。月面に数多く存在するクレーターの中でひときわ目立って満月の時には明るく輝くぜ。そんなコペルニクスクレーターそばに地球の南米ピラミッドを思わせるような構造物群があるんだ。へえ、月にもそんなにたくさんピラミッドがあったなんてね。アメリカのメキシコにある古代都市テオティワカンにも月のピラミッドというものがあるな。テオティワカンには、世界で3番目に大きいとされる太陽のピラミッドがある宗教都市遺跡とされる。遺跡ってことはその都市って今はもうないのよね。紀元前1世紀から紀元後6世紀頃まで栄えた都市で西暦650年になぜか突如歴史から消えてしまった。その理由は分かっておらず謎に包まれた都市だな。突然消えてしまったの？最盛期は人口20万人を超えていたが、突然滅亡したという不思議な話だぜ。テオティワカンでは高度な天文学や数学が用いられていたことも分かっている。そんな昔に高度な天文学があったなんて意外よね。月のピラミッドは、高さ47メートルもあってそこから都市の中央部を死者の道と呼ばれる大通りがある。その幅45メートルもある道は長さは4キロメートルとなっており、そこには数々の神殿が存在感を放っているんだ。月のピラミッドって結構大きいのかしら？一辺が150メートルで、これは太陽のピラミッドの次に大きいが太陽のピラミッドより前に作られたぜ。ちなみに太陽のピラミッドの一辺は223メートルで高さは65メートルもある巨大構造物となっている。月にあったピラミッドは一辺が1キロメートルもあったのよね。いかに月のピラミッド群が大きいかがわかるわ。テオティワカンの太陽のピラミッドがすごいのは、夏至に太陽が正面に沈む設計になっているところだな。明らかに太陽の軌道を計算してこれほどの構造物を作ったということだ。テオティワカン文明はただものではないわよ。似たピラミッドも存在しているし、不思議な月とのつながりも感じざるを得ないわ。テオティワカンの月のピラミッドの前には月の広場と呼ばれる広場が存在したと言われている。月の広場には祭壇があり、ここで様々な宗教儀式が行われており10万人もの人を収容できたとされるぜ。うむむ、なかなか意味深な場所ね。まさかその昔、この月の広場に月の宇宙人が訪れていたなんてことはないわよね。もしそうだとしたら月の文明の方がレベルが高かった可能性があるぜ。月のピラミッドの方が大きさが圧倒的に大きいからな。いずれにせよ何かしらの関係が月と地球文明にあったと思えてしまうわ。ルナ・オビター3号は、蒸気の海で多くの巨大都市を撮影したんだ。なんとその時クレーター内には UFO と見られる何かも発見していた。月って何もないって思っていたんだけど、想像より賑やかそうな気がしてきたわ。だってピラミッドや UFO まであるのよね。軍事基地と見られる巨大構造物や、施設間をつなぐパイプラインのようなものまで撮影されているんだ。これほどの施設が実際あるというなら、地球外知的生命体がいないという方が無理だぜ。だって UFO を気軽に使いこなしているというなら、確実に現在の地球文明より上の文明を持っているわよ。それでも私たちの前には、地球外生命体は現れない。ここには計り知れない謎が立ちはだかっているようだ。さて、実は月においても多くのピラミッドが発見されてきた。アリスタルコスクレーターにあったピラミッドもかなりの大きさだったぜ。ピラミッドって王の墓っていうイメージだけど、本当に王の墓なのかは分かっていないのよね。誰がどうして何のためにたくさんのピラミッドを作っているのか謎だわ。ピラミッドは巨大な上に複雑な構造を持つものが多くどのようにして作られたのか確実なことは不明だな。一般的に言われる王の墓だというのは何かと疑わしい面があり、いくつかの仮説が生まれてきている。例えばどんな仮説があるの？富裕層の巨大倉庫であったり、天体観測施設や労働者への食を提供するためのものなど様々だぜ。その中で目を引くのが、人々が神と繋がるためのエネルギー装置といった仮説と言える。エネルギー装置ってどういうことなの？エネルギー増幅装置と言ってもいいかもしれない。つまりピラミッドが私たちのいる3次元と高次元を繋ぐ場になっているという考えだ。それって地球と宇宙を繋ぐってことなのかしら？詳しくはまだよくわかっていないぜ。だが、ギザの大ピラミッドでは内部で電磁エネルギーを共鳴させ部屋に集める構造があると判明している。電磁波エネルギーは、王の間、女王の間、未完の地下室といった場所に集中するようになっていたんだ。ピラミッドって本当はエネルギー装置だったのね。地球の電磁エネルギーを使って、地球全体の通信ネットワークを可能にした可能性もあるぜ。ピラミッド間でコミュニケーションを取っていたとする説もあるな。そうして地球と月で交信でもしてたのかしらね。月では地球のシュメール文明で作られていたジッグラトという神殿に似た構造物も発見されている。王が神の名のもとに統治しており、神が支配する文明だったんだ。
そのジッグラトがピラミッドと何か関係があるの？宗教的意味を持った階段状の巨大建造物といったところに共通点がある。ジッグラトでは限られたものが、神とコミュニケーションを取る場だったとされるぜ。ジッグラトとピラミッドに共通点があってどちらも地球と月に両方にあるのね。司祭たちは宗教的儀式をこうしたジッグラトで行った。そして神にもっと近づこうと、より高く作ろうとしたと言われている。その神という部分を宇宙人に置き換えたら宇宙とピラミッドの関係が見えてきそうだわ。ピラミッドは量子テレポーテーションを可能とする装置だという説まで存在しているんだ。量子力学における量子もつれを応用し、瞬時に情報伝達もできると考えられるぜ。テレポーテーションって、もはや現代の最先端よりも進んでいたってことになるのかしら。天才発明家と名高いニコラ・テスラがテスラ波というものを発見したのは有名だな。このテスラ波がピラミッドで生成されるとなんと高速の100億倍の速さで移動可能とされる。ギョ高速って一番速いんじゃなかったの？まさに現代のテクノロジーをはるかに超えているということになりそうだ。ピラミッドによって瞬間移動ができるとなればな。その昔ピラミッドによって異次元に瞬間移動してたかもしれないのね。そして、古代の人々は古代火星人や月の宇宙人と交流していたとも考えられるってことだわ。本当にそんなことが可能だったかは不明だ。実際は本当に王の墓だった可能性さえあるぜ。知れば知るほどピラミッドの謎が深まっていくようだわ。水星や金星においてもオーパーツは発見されている。NASA の水星探査機メッセンジャーは、直径 100km もの巨大クレーターに刺さる謎の構造物を撮影した。クレーターに一体何が刺さってたの？何やら黒い円盤のようなもので、UFO の可能性も疑われているんだ。そして NASA の金星探査機マゼランは、市街地のような場所や人工的な構造物を撮影した。オーパーツってそんなに色々なところにあったのね。金星の大気からは、オスフィンと呼ばれる成分が検出されたと発表があったぜ。それは、生命から作られた可能性があり金星に何かがいると期待されているんだ。金星人ってもしかしているのかしら？金星にはかつて海があり穏やかな環境で生命が住める環境であったと考えられている。オスフィンは、酸素がなくても生きられる湿地などにいる微生物が作る成分で生命体の存在を示すものだぜ。つまり火星に生命体がいるとしたら微生物なのかしら？現在の金星の表面温度は高すぎて生物が住めないとされているが、以前は違ったかもしれない。ただし、もし現在いるとしたら微生物のような生き物の可能性が高いと考えられるんだ。でも、火星でも明らかに人工的な構造物が撮影されているってことは誰かはいたってことよね。微生物では市街地のような都市は作れないわ。実は金星人の目撃談というのは多数存在しているぜ。UFO 研究家のジョージ・アダムスキーが、金星人と出会ったと主張したのは有名な話だ。それはどんな金星人だったの？地球人とそれほど変わらない見た目をしていて、違いといえばテレパシーが使えることだという。そんな宇宙人だったら少し友達になれそうよね。金星人は、目撃されたほとんどが美しい女性だとも言われているがその真相は不明だな。とりあえず仲良くなれそうな宇宙人がどこかから出てきてくれるといいのにね。とにかく NASA が撮影した宇宙のオーパーツだけでもかなりの量が発見されているということだぜ。地球と宇宙には思った以上のつながりがありそうだわ。人類史の中では、宇宙人の関与が連想されるような謎のオーパーツも数多く発見されているんだ。もしかすると高度な文明を持った宇宙人が地球にいたのかと思いたくなるような異物だな。例えばどんなものがあるの？宇宙人が関わっているとして有名なのはナスカの地上絵と呼ばれる乾燥した高原の地表に描かれた絵とされる。魚や海鳥類などの動植物が描かれているが、その大きさが注目の的となっているぜ。その絵ってそんなに大きいの？最大で直径285メートルもあるというから、飛行機か何かないと描けないような巨大絵だ。こうした絵をどうやって描いたかは謎となっているな。単なる落書きとかではなさそうよね。研究によると、ナスカの地上絵というのは天文学や時間の測定に関係する可能性を示唆した。もしくは、宇宙船の滑走路という説も浮上したぜ。やはり何か宇宙人と関係していそうよね。全長30メートルの宇宙人の図も発見されており、ここからも宇宙人の存在が見え隠れするようだ。古代インドの二大叙事詩、マハーバーラタとラーマーヤナはその描写が宇宙的と言われている。なんか面白そうな話ね。マハーバーラタというのは偉大なバラタ族の物語であり、ラーマーヤナはラーマ王行上記という意味だ。ここで描写される争いでは、飛行機に乗り込んで大規模な戦いをする様子が書かれているぜ。だってこの物語っていつ書かれたものなの？それが、2000年以上前だというから不思議だな。そんな時に飛行機という発想があったとは驚きだ。作者がよほど想像力豊かだったのかしら。それ以外にも、核戦争を彷彿させるような記述が見られており強力すぎる武器が登場する。
当時、核爆弾は存在しなかったはずであり、こうした核戦争のような描写には疑問が残るぜ。いわゆる古代核戦争があったのかということね。モヘンジョダロの遺跡では、実際に古代核戦争があったと考えられる痕跡があるな。通常の50倍以上もの放射線や、異常な熱を瞬時に浴びたと考えられる跡が発見されたんだ。でもモヘンジョダロって古代の都市よね。紀元前2500年から紀元前1800年にかけて繁栄したとされている都市だぜ。だから核戦争なんてあったはずはないんだがな。さらにモヘンジョダロの近くにはガラスの町と呼ばれる、これまた不可思議な町が存在しているんだ。ガラスの町って何？半径400メートルもの範囲が黒いガラス質になっている。これは砂が溶けてガラス状になってしまった後だと考えられており、瞬時に高熱にさらされたとされるぜ。砂がガラスになるなんて初めて聞いたわ。このような現象は核実験が行われたような場所でしか見られないと言われているんだ。つまりこの地で古代核戦争が起こった可能性が示唆されるな。だけどその当時にすでに核爆弾があったなんて到底信じられないけどね。インドのボンベイに直径 2km ほどのクレーターがあるが、そこからガラス質の地層が発見された。これも核戦争の痕跡なのではないかと言われている。そんなにあちこちに古代核戦争の跡があったなんて全然知らなかったわ。でも、そうした強烈すぎる兵器って高度な文明を持った宇宙人の関与が疑われるわよね。6000年前のエジプトの壁画や様々な古代文明から発見されているフラワーオブライフも宇宙を感じさせる。フラワーオブライフは宇宙の秘密を解く鍵とも言われるものだ。とても美しくて複雑な模様よね。見ているだけで吸い込まれそうだわ。生命の花という言葉の通り、この不思議な新世紀科学模様には多くの情報が詰まっているんだ。古代の人々は、この花びらのような幾何学模様に自然や生命の神秘を見出したと考えられるな。確かにとても神秘的な感じがするわよね。だが、科学を追求していたとされるレオナルド・ダ・ヴィンチもフラワー・オブ・ライフを取り入れていた。つまりフラワー・オブ・ライフは神秘的でありながら科学的でもあるということだぜ。科学的ってどうしてなのかしらね。新世紀科学であるフラワー・オブ・ライフは、実は細胞分裂とも相似性があると言われている。生命の誕生である細胞分裂は科学的分野だが、細胞が二進法で増える様子は生命の花のようだ。まさか細胞分裂が古代遺跡に暗示されているなんて驚きよね。細胞は倍増しながら、トーラスを作り出すぜ。トーラスはドーナツのような形に見えるな。そしてそれは地球の磁場の姿でもあるんだ。たった一個の細胞から分裂を経て、地球の磁場まで繋がるなんて驚きだわ。大宇宙と小宇宙は相似性があるということになる。また、フラワーオブライフの中には様々な幾何学が存在しているんだ。生命の種であるシードオブライフや生命の木であるツリーオブライフだな。わぁ、いろいろな形が浮き上がってくるのね。そしてフラワーオブライフを展開しフルーツオブライフが見えるぜ。つまり、種から消え、そして花から実になるというサイクルが表現されていると考えられるんだ。へぇ、そんなに奥が深いとは思わなかったわ。フラワーオブライフは宇宙の元素のすべてを表すとも言われているんだ。フルーツオブライフのすべての円の中心点を線で繋ぐとメタトロン立方体ができる。メタトロン立方体って初めて聞いたわ。この幾何学模様からは正多面体が浮かび上がるぜ。正多面体はすべての面が正多角形で構成され、なおかつすべての頂点において接する面の数が等しいデコ多面体だ。へぇ、何かよくわからないけどすごい立方体なのね。この正多面体を使うとすべての元素が表せるとされる。そして DNA 分子は正12面体と正20面体の関係で構築され、正12面体はエーテルを表すぜ。エーテルって何？エーテルというのは、テスラ派のことでエーテルの振動こそ光や電波だということだ。ニコラテスラはエーテルの存在を主張したが、現在はエーテルは存在しないとするのが主流派とされる。どうしてエーテルが存在しない方が主流なのかしら？エーテルつまり光などを伝える媒質が存在すると、アインシュタインの相対性理論が破綻する。それは理由なのかは謎だが、とにかくエーテルが存在しない説が支持されているんだ。一体どちらが正しいのかしらね。だけどもしエーテルを肯定すれば、もしかしてピラミッドの謎が解けてくるのかもしれないわね。NASA に撮影された宇宙の大パーツについて紹介したぜ。宇宙に散らばる大パーツは、すごい存在感があって写真だけでもワクワクが止まらなくなるものだったわ。これらはまだほんの一部であり、知れば知るほど私たちがどれほど無知かを気づかされるよな。それにしても地球って私たちが思っているより、いろいろな歴史が隠されているのかもしれないわね。その秘密を宇宙の大パーツが私たちに静かに伝えてくれているのかもしれないぜ。大パーツほど面白いものはないわね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。